まあ、歴代のスケッチアップの人勢ぞろいと大集合させることもできます。大塚ちゃんです。ネジネジです。本日はね、久しぶりのパリッと解説スケッチアップ講座ということで、まあ、いつもとはね、違った場所からお送りしております。で、今日はですね、ちょっと小ネタというかね、まあ皆さんに楽しんでいただけたらなということで、まあちょっといつもとは、違った横道に逸れた内容となっておりますので、お楽しみいただけたらなと思っております。はい。じゃあね、スケッチアップ起動するとですね、いつも出てくる、このおっちゃん、まあね、モデル作るときなんか邪魔になるので、早々にこう消してしまったりしてるんですけれども、まあこの人ね、もし消してしまっても、こっちのね、コンポーネントの方から、出すことができます。いつもはね、基本的に必要ないんですけど、まあ、プレゼンの時とかね、言ってくれたらよかったなっていう、ところもあるので、まあ、そんな時はこちらのコンポーネントの方から、引っ張り出すことができます。ちなみにこの方、クリスさん、ね、名前がついております。ちょっと配置してみましょう。このように一度削除しても、また復活することができます。クリスさん、ここに、実はプロフィールというかね、なんか設定があるんですよ。スケッチアップの前身である、ラストソフトウェアっていうのかな。で、スケッチアップチームに参加しました。彼の現在の役割はリードセールスエンジニアです。クリスは何にでもスケッチアップを使用する方法を見つけ出すことで有名です。彼はまた、エクステンションウェアハウスで利用できる、多数の拡張機能を CMD というユーザー名で作成しています。ハロウィンでバナナの仮装をしていないときは、徹底的にスコーンとコーヒー、そしてコロラド州のアウトドアを楽しんでいますと、いうようにね、なってます。まあ他にもね、まあ歴代のスケッチアップの人が、収録されております。ちょっとこのあたりも配置していってみようかなと、思います。次はデリック。こちらがリサーネって読むんですかね。結構なんかこういうね、工具持ってる、印象に残ってる、方ですね。で、ソフィア。スティーブ。おじいちゃんね。おじいちゃんはなんか、アメリカ建築協会フェローだそうです。お偉いさんなんですね。で、スーザンと。で、ナンシーなんてのもね、いますね。こんなところですね。総勢7名。あ、もう一人いました。3。とこんな感じでね、スケッチアップの人、歴代の、スケッチアップの人が勢ぞろいというふうになっております。せっかくなんでね、一番気になってるリサーネ、ちょっと経歴というか、ちょっと見ておきましょうか。リサーネはスケッチアップのカスタマーサポートチームの一員です。ワールドクラスのカスタマーサポートに従事していないときは、よく壁柱張り、フライングバットレスを書いています。リサーネはまた、コロラドのロッキーマウンテンを愛犬のスカイとハイキングしたり、水上スキーやカポエエイラを楽しんでいますと。まあ、そんな趣味なんかもね、紹介してくれると、いうことです。愛犬の名前は、スカイと、いうことですね。まあ、工具とかをね、持ってるのが結構印象的な、結構、スケッチアップの人の中では異色を放ってる、そんな、リサーネになっております。1,2,3,4,5,6,7,8 人、勢揃いしておりますが、8人揃ったことでね、このように、中中トレインを楽しむこともできます。大集合させることもできます。3つ。はい。ということでね、今回はちょっと脱線した内容で、お送りさせていただきました。もしね、このスケッチアップの人、消してしまったよっていう方は、まあ、コンポーネントから、
再び呼び出すことができますので、まあ、ご活用いただけたらなと思っております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。